今回のテーマはドリブル突破の時の選択肢について説明します。サイドの攻撃の選手がパスを受けた時に縦に突破するか、それともカットインして中に切り込んでいくかの判断の仕方についてです。まず最初、縦の突破についてですが、縦に突破を選択した場合は縦に仕掛けてドリブル突破し、クロスを上げるというプレーを選ぶということです。相手陣内の深くまで突破してゴール前にクロスを蹴るということは、相手ディフェンダーからすると横方向からボールが飛んでくることになり、選手とボールの両方を見ることが難しく、守りづらい状況になります。また単独で縦に突破するのでオフサイドにもなりません。縦へのドリブル突破は相手の脅威になるプレーだということを知っておいてください。次、横への突破、カットインについてです。中に切り込んでいくカットインは近年多くのウィングの選手が使うテクニックです。この動画のように左サイドからカットインする場合は、右利きの選手が左サイドを担当し中に切り込んでシュートを打ちます。つまり分かりやすく言い換えると、縦に突破したらアシストを狙い、中にカットインしたら得点を狙います。ただしカットインしたら必ずシュートということでもなくて、状況によってパスも頭に入れておきます。カットインしたけど相手ディフェンダーがついてきて、しかも2人目のディフェンダーがシュートコースを塞いできた時に、味方が相手の裏のスペースを狙えるようであればパスを選択します。これはカットインしてシュートを打つぞと思わせることで、相手の守備が慌ててシュートコースを防ぎに来ることを利用してのパスです。相手ディフェンダーの対応次第で判断を変えれるようにしておきましょう。今回はここまで。良ければいいね、チャンネル登録お願いします。